どうも、みそにこみです。いやー、いきなり寒くなりましたね。それとともにこう乾燥が気になる季節になりましたね。ということで、こんなものを購入いたしました。チクレの化粧水。ちょうど使ってたあの化粧水がもうなくなったので、新しく新調したのがこちらの化粧水です。ちなみに以前まで使っていたのはこちら無印良品の敏感肌用高保湿タイプの化粧水、 200ml で700円のものを使っていました。これをもう一個買ってもいいかなと思ってたんですが、まあ、せっかくなら変えてみようということで変えました。これがですね、超安かったです。 180ml で500円ぐらい、これと比べても200円ぐらい値段の差がありますね。軽い気持ちで購入したんですが、これが思ったよりすごく良くて、使い心地としてはしっとりしているっていうことで、このテクスチャーといいますか、こう少しトロッとした感触のある化粧水です。これのすごいところは、化粧水って何回もつけません。今まで私無印のは1回100円玉ぐらい手のひらにのせまして、それをまあ両手でこうやってでパパパパってつけてたんですけど、これをまあ2回ぐらいは繰り返してたんですよ。まあぐいぐい染み込ませたいのでなんですが、これは1回こう手のひらにのっけて1回吸い込ませるだけでとてもしっとりします。まさにネーミングの通りでとってもしっとりします。なんなら乳液をつけた後みたいなもちもち感に包まれますね。すごく浸透力もありますし、とろみがある分すごいつけ心地も気持ちがいいのでとても良いです。アルコールをね配合していませんっていう風にも書いてあるので、なんかアレルギーとかある方とかでも使っていただけるのかなと思います。乾燥が気になる季節になると、私は今まで例えば乳液だとかクリームだとかそういうのを取り替える、ちょっと保湿性のあるものに変えていたんですが、それじゃ意味なかったんです。もちろん保湿性のある乳液とかクリームとかはそれはいいですよ。でも風呂上がりに一番最初につけるものってこの化粧水じゃないですか。だからこの化粧水、つまりお肌のベースです。土台がちゃんとできてないと、その後つける乳液とかクリームがどれだけいいものであってもその効果がしっかりと発揮されないわけですよ。家と一緒です。家建てるときとね、家建てるときも土台しっかりしとかないといい家建たないでしょ。そういうことなんですよ。化粧水も家も一緒。やっぱり乾燥に打ち勝つためにはベースになる保湿、ベースの化粧水での保湿が必要不可欠かと思いますので、皆様も保湿性の高い化粧水に変えてみてはいかがでしょうか。私はこれおすすめします。ということで、みそ煮込みでした。バイバーイ。